さあ試合は第4クォーターに入ります。愛知相手陣30ヤード地点からのファーストダウンテ、パス不成功。ここでクォーターバック7番、一気にエンドゾーンを狙うロングパスを通しました。ターゲットは6番、しかしこのパスは方向誤り、パス不成功に終わっています。愛知相手陣28ヤードの地点、28ヤードの地点に訂正します。愛知相手陣28ヤードからのセカンドダウン点、さあそして今度はランプレーが入ります。キャリア35番、このボールを受けまして中央突破、約5ヤードのゲインとしています。キャリア35番は水野、日本福祉大学出身。愛知相手陣23ヤードからサードダウン5、さあ中央へのランプレーを選択した。しかしこれは琉球70番が見事にアジャストし、攻撃権更新には至らせておりません。ここで琉球70番の高橋、明星大学出身のプレーヤーが見事な踏ん張りを見せ、攻撃をここで止めています。さあしかしここで愛知はフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス40ヤード、キッカーは2番の毛利、キック成功、3点獲得。愛知ここでフィールドゴールにより追加点を挙げました。愛知ゴールデンウィングス25点、琉球ガーディアンライオンズ0点。着実にフィールドゴールを重ねまして、その差を広げております愛知ゴールデンウィングス。じわじわと離されていく琉球、これをどのようにして打開できるでしょうか。その突破口は見えるでしょうか。このリターンから生まれる攻撃に期待しましょう。愛知ゴールデンウィングスキックオフ、さあ琉球リターンに入ります。これは琉球陣25ヤードを超えたところでボールで整いました。さあ4クォーター残り8分の時間になっています。琉球この攻撃でまず得点を上げることができるでしょうか。琉球自陣27ヤードからファーストダウン10、パス成功、攻撃権更新、ファーストダウン。
琉球、ここでようやくパスプレーが通りました。クォーターバック7番、ワイドレシーバー14番にパスを通し、攻撃権更新、ファースト成功させました。パスを通したのはクォーターバック藤原、取りました。ワイドレシーバー14番草開き、さあ琉球自陣38ヤードからのファーストアンテン、パス不成功。ここで再び14番の草開きへのパスでしたが、しかしこれをキャッチミス、パス不成功となりまして、セカンドダウンに変わります。さあ琉球ダウンに誤りがありましたが、自陣38ヤードからセカンドダウンテン、ナイスファースト。クォーターバック7番パスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクラム、しかし見事な迂回で右オープンを展開し、攻撃権更新にしました。見事なランプレー決めましたのは琉球ガーディアンライオンズクォーターバック7番の藤原、千葉商科大学出身のチームキャプテンが見事なランで攻撃権更新としました。琉球ファースト。琉球ハーフウェイからのファーストアンテン、パス成功、ナイスファースト。クォーターバック7番今度はホットパス、タイミングパスでワイドレシーバー9番がキャッチ、そこがキャッチアンドランで大きくゲイン、ファースト。見事なタイミングパス決まりました。ワイドレシーバー9番は篠宮、琉球大学出身のプレイヤーです。さあ勢いづく琉球ガーディアンライオンズ、相手陣に入りまして、相手陣26ヤードからのファーストアンテン、インターセプト。ここでクォーターバック藤原一気にタッチダウンになりました。しかしこのパスを取ったのは愛知ゴールデンウィングスの3番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、インターセプトを決めましたのは愛知ゴールデンウィングスの3番佐川、愛知大学出身のチームキャプテンです。キャプテンがここで素晴らしい読みを見せてタッチダウンを仕掛けてくると狙った、そのパスを狙いすましインターセプトしました。琉球惜しい攻撃逃しましたが、しかし攻守変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃となります。愛知自陣30ヤードからのファーストアンテン、ナイスファースト。ここで愛知はランプレーが抜けました。キャリア35番ハンドオフを受けて相手ディフェンスの隙間を縫うように右オープンへカットバック、大きく減しファーストダウンとしています。愛知キャリア35番は水野、日本福祉大学出身のプレイヤーです。琉球先ほどのインターセプトの感激を突かれる形でビッグランを許しました。愛知その隙を突くかのように自陣49ヤードからのファーストダウンテン、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック
クォーターバックのラン、ここでワイドレシーバー84番にパスを通し、84番キャッチアンドランで攻撃権更新。ファースター、デブリターンアウト、負傷者のためのタイムアウトです。見事なパスキャッチを決めました。ワイドレシーバー86番は山田、滋賀大学出身のプレイヤーです。現在負傷者発生によるタイムアウトが取られています。さあ試合再開となります。愛知相手陣37ヤードの地点からのファーストダウン10。ここでホイッスル、レフェリータイムアウト、ウォータータイムアウトです。ここでウォーターブレイクに入ります。現在試合は愛知ゴールデンウィングス25点、琉球ガーデンライオンズ0点という状況になっております。その試合も残り時間第4クォーター残り5分となりました。この結末がどのようになるでしょうか。 この配信は X3 ウエスト全13チームの共同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた方々のお名前を今画面上に表記させていただいております。皆様のご協賛ありがとうございます。その配信を担当させていただいておりますのは、私、道楽屋理者です。個人が趣味でやっている範囲のことですので、何分至らない点は多々ございますが、できる限り皆様のご期待に添えられるよう、全力を尽くしたいと思います。さあ試合再開となります。愛知相手陣37ヤードからのファーストダウン10。さあハンドオフを託されたランニングバック30番、見事なカットバックで右オープンを展開し約3ヤードのゲイン。キャリア30番は近藤、愛知大学出身。アメリカンフットボールはボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は時計は回り続けます。パス成功。ナイスラン、ファースター。クォーターバック7番、ここでワイドレシーバー8番にパスを通し、8番、これをキャッチしてからヒットを受けつつキャッチアンドラン、攻撃権更新、ファーストダウンとしました。パスを投じました、クォーターバック7番は長浜、取りました、ワイドレシーバー8番はベリー・ヒューイット。
さあここで愛知はランプレーを投じました。しかしこれは琉球のディフェンスのアジャストよく、ゲインはほとんどありません。1ヤードにとどめています。キャリア35番の選手でした、水野、日本福祉大学出身です。愛知相手陣19ヤードからセカンドダウン9。さあ再び中央へのランプレーです。キャリアは30番でした。しかしこのランによるゲインはありません。むしろ1ヤードロスとしています。タイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。さあ試合再開となります。愛知相手陣21ヤードからのサードダウン11。愛知はゲインするよりもむしろ時間を奪う形の選択でランプレーを続けている模様です。パス成功。ここで愛知はパスプレーを成功させました。これにより攻撃権更新です。愛知ファーサー、愛知ファーストアンドゴール、残り8ヤード。さあ中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これは琉球58番が見事にアジャストしノーゲインとしています。しかし中で倒れているため時計は回ります。見事なタックルを決めましたのは愛知琉球58番の山並、創価大学出身。しかし試合は間もなく残り時間1分を切ろうとしています。ここでクォーターバック7番、パスを投じようとしましたがボールをファンブル。自ら抑えていますが大きく後退する形になっています。ですが結果的にランプレーという扱いになりますので時計は回り続けます。愛知サードアンドゴール、残り15ヤード。ここでホイッスル。チームタイムアウト、レッツガーディアンライオンズ、後半2回目です。琉球ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。残り時間2つしかないタイムアウトをここで使います。試合時間は残り24秒で止まりました。琉球後半2回目のタイムアウトを使いました。赤部エイビー様、コメントありがとうございます。レッツゴーライオンズ、
残り時間24秒、まだ終わっていません。その闘志が選手に伝わることを期待します。インターセプト、ここでタッチダウンを狙うパスを投じました。クォーターバック愛知7番、しかしこれを取りましたのは琉球ガーディアンライオンズの9番。インターセプトにより攻守交代です。琉球それをエンドゾーンで倒れタッチバックとしました。見事な判断により琉球攻撃権奪取です。インターセプトを決めましたのは琉球ガーディアンライオンズの9番、篠宮、琉球大学出身。土壇場におきまして琉球攻撃権取りました。残り時間16秒の状態で琉球の攻撃と変わります。さあメッセージが届いたか。琉球自陣20ヤードからのファーストダウン10、残り16秒、意地のワンプレー出るでしょうか。パス不成功。ここでロングパスを投じました。クォーターバック7番、レシーバーはここで空いていましたが、しかしパスのコントロールが乱れパス不成功に終わっています。セカンドダウンに変わります。5番のフラグはノーフラグです。さあ琉球残り時間9秒でどのようなプレーを展開するでしょうか。ボールオンは自陣20ヤード琉球セカンドダウン10。パス不成功。今度はミドルゾーンへのパスでした。しかしこのパスもタイミング合わずパス不成功となりサードダウンに変わります。試合時間残り5秒。さあ琉球自陣20ヤードからのサードダウン10。さあこれをランで突破しようとあえてゴヤに託した。しかしこれは止められました。ここで試合終了となりました。これにより試合結果は愛知ゴールデンウィングス25点、琉球ガーディアンライオンズ0点で愛知ゴールデンウィングスの勝利となりました。しかし琉球初陣とは思えない見事な戦いぶりでした。大健闘の一戦だったと思います。でした。優勝候補筆頭にふさわしい一戦だったと思います。また同時に琉球もその相手に対して全く見劣りしない見事な戦いぶりでした。星村君はその実戦経験の乏しさがこの土壇場の駆け引きにおいて不利になったと思います。この辺りは新山チームのあやです。初戦の段階で強豪勢と当たることによってその試合運びを学べないうちに戦わざるを得ない状況に至れました。しかしこれを大きな糧としてまた新たな戦いに挑むその力に変えていただければと切に願いたいと思います。両チームナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。
導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪する相手の悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑みきれなかったこの世界の世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日はここで配信を終わらせていただきたいと思います。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛によって実現いたしました。数多くの方々のご協力ありまして、この配信は成り立っております。ご協力ご協賛ありがとうございます。そのご期待に添えるようこれからも全力を尽くしていきたいと思います。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信担当させていただきましたのは道楽屋リチャでした。それでは失礼いたします。